ウェスウェルカーはアメリカ合衆国オクラホマ州オクラホマシティ出身の元アメリカンフットボール選手、コーチ。現役時代のポジションはワイドレシーバー。現在はサンフランシスコーティナイナーズのワイドレシーバーコーチをしている。2012年時点ではカルビン・ジョンソン、ラリー・フィッツ・ジェラルドなどと並んで NFL を代表する WR の一人であった。 NFL ドラフト指名を受けなかった選手としては非常に成功した選手であり、マイアミドルフィンズ時代の3年間で獲得したオールパーパスヤードを超える成績は、シカゴベアーズでプレイしたゲール・セイヤーズしかいない。2007年には TJ ・フーシュマンザーデとタイ記録、2009年、2011年には NFL 単独トップのパスキャッチを記録している。 2007年のペイトリオッツ移跡後は5シーズン中4シーズンでチームトップのレシーブを上げている。またレシーブ獲得ヤードのチーム記録もを持っている。3シーズン連続で110レシーブ以上を上げている。彼の他に3シーズン連続で100レシーブ以上を上げた選手は NFL 史上存在しない。ペイトリオッツに移籍後はプロボール、オールプロのいずれか、 あるいは両方に毎年選ばれている。2012年に NFL が選んだトップ100の23位にランクされている。身長は175センチメートルと低いが、ルートラン、パスキャッチに優れており、ショートパスのターゲットとして活躍している。少年時代はサッカーに夢中になった。高校でフットボールを始めた。当時の QB はシンガーソングライターのグラハム・コルトンで、ウェルカーとは、 親が親友同士であった。大柄で強健なコルトンから、ウェルカーはボールをハンドオフされたり、パスをキャッチ、その他にリターナー、ディフェンスバックとしてもプレーした。2年次には1228ヤードを走り、62キャッチで 37td、fg10 本中8本を成功、10インターセプトの成績を上げる活躍でチームは15戦、全勝し、 オクラホマ州の 2A 選手権に出場した。この試合で彼は 3TD、200ヤード獲得、47ヤードの FG 成功、1インターセプトを挙げた。1999年には、地元市ザ・デイリーオークリホーマンにより、オールステートプレイヤーに USA t o d イからは、州の最優秀選手に選ばれた。2000年のオイルボールでは40ヤードの FG を決めた。高校では、 ランニングバックとして 80td、ディフェンスバックとして22インターセプト、3td、9ファンブルリカバー、パントリターナーとして 7td を上げた。さらに、キッカーとして 35fg を決めて、エクストラポイントを165回成功させた。高校時代に決めた最長 fg は57ヤードであり、これは、ペイトリオッツのキッカー。 スティーブン・ゴストコースキーの最長記録を超えるものである。高校卒業時、背が低く、瞬速でもなかった。彼は、カレッジフットボールでプレーするには、小さすぎると見られており。奨学金のオファーは、ほとんどなく、テキサス工科大学から、ようやく、オファーを受け進学した。大学では4年間で259回のレシーブで3019ヤード、21td。 ラン79回で456ヤード、2td を上げた。またパントリターンで1761ヤード、NCWA 記録の 8td を上げている。2003年には、スペシャルチーム最高の選手に与えられる、モジータップ賞を受賞した。2004年、ドラフトコンバインに招待されなかった、彼には、ドラフト前、唯一シカゴベアーズが興味を持っていた。 しかし NFL ドラフト当日どのチームからも指名されずサンディエゴチャージャーズとドラフト外で契約開幕ロスターに残ったが第1週終了後の9月15日にクリントンハートをロースターに入れるため解雇された後に当時のチャージャーズヘッドコーチマーティショッテンハイマーはウェルカーをカットしたことが大きな過ちであったと認めている9月21日にマイアミドルフィンズと契約し 主に、スペシャルチームで起用された。2004年10月10日のペイトリオッツ戦では、オリンドメアが負傷したため、キックリターン、パントリターン、エクストラポイント、フィールドボール、キックオフを1試合で行った、史上2番目の選手となった。12月20日のペイトリオッツ戦では、71ヤードのパントリターン TD を決めた。1月2日のシンシナティベンガルズ戦では95ヤードの、 キックオフリターン TD を決めた。2005年のトレーニングキャンプでは、クリス・チェンバース、マーティ・ブッカーに次ぐ、第3の WR とされた。29レシーブ、434ヤードを記録した。TD レシーブは上げられなかった。この年パントリターンでも NFL11 位の平均9.1ヤード、キックオフリターンでは、平均22.6ヤードを記録した。2006年のプレシーズン、 チームからカットされるのではと噂になった。レギュラーシーズンが始まると最初の5試合でチームトップとなる29回のキャッチで299ヤードを獲得した。10月8日の試合では控え q b 上位ハリントンから自身最多となる9回のレシーブで77ヤードを獲得したがチームは10から20で敗れた。このシーズンチーム最多の67キャッチ、687ヤード。 1>, 1トッチダウンを記録した。またキックオフリターンで平均22.2ヤード、パントリターンで平均9.2ヤード、1TD を上げた。2007年3月1日、制限付きフリーエージェントとなっていた彼はドラフト二巡指名選手の最低年俸である1年130万ドルのオファーを受けた。しかし彼はそのオファーにサインせず、 ドラフト2巡目と7巡目指名権と引き換えに、ドルフィンズからペートリオッツへトレードされ、ペートリオッツと5年間1,810万ドルの契約を結んだ。2004年からの3シーズンでの成績は、先発3試合を含む47試合に、出場96キャッチで1,121ヤード、1TD、キックオフリターン170回で、平均22.7ヤード、 パントリターン170回で平均9.7ヤード 1td であった。ニューヨークジェッツとの開幕戦で75ヤードの td レシーブを上げた。第6週のダラスカウボーイズ戦ではいずれも自己ベストとなる11回のキャッチで124ヤード 2td。第7週のマイアミドルフィンズ戦では9回のキャッチで138ヤード 2td を上げた。 第12週のフィラデルフィア・イーグルス戦では13回のキャッチで149ヤード獲得。第15週のニューヨーク・ジェッツ戦ではキャリア初の1000ヤード超えを果たした。第16週のマイアミ・ドルフィンズとの再戦ではシーズン101個目のレシーブを記録してトロイ・ブラウンが2001年に作ったチーム記録に並んだ。最終週のニューヨーク・ジャイアンツ戦では11回のキャッチで チーム記録を更新、TJ フーシュマンザーデと並ぶ NFL トップの112回のキャッチで1175ヤード獲得、8TD でシーズンを終えた。この年 AP 通信選出オールプロセカンドチームに選ばれたが、プロボールには選出されなかった。プレイオフ2試合では16回のキャッチで110ヤード、2TD を上げた。第42回スーパーボールでは、 スーパーボール記録体の11回のレシーブで103ヤードを獲得したが、試合は14から17で敗れた。2008年、開幕週でトム・ブレーディがシーズン絶望となったが、最初の8試合で56回のキャッチ、1TD を上げた。この年彼は、開幕から11試合連続で6キャッチ以上を記録。 2001年にジャクソンビル・ジャガーズのジミー・スミスが作った8試合連続という記録を更新した。第12週のマイアミ・ドルフィンズ戦ではマット・キャセルから5ヤードのパスを受けた後ディフェンスを交わして64ヤードのビッグプレーを演じた。第14週のシアトル・シー・ホークス戦で12回のキャッチで134ヤードを獲得、2年連続でセミアードレシーブを達成した。 最終的に2年連続で100レシーブ以上をマークした史上8人目の選手となった。12月21日のアリゾナカージナルス戦で TD を上げた後、雪の上に仰向けになるパフォーマンスを行ったため、NFL から1万ドルの罰金を課された。この年控え選手として、プロボールに初めて選ばれるとともに、オールプロセカンドチームにも選ばれた。2009年、膝の負傷により、 第2週、第3週とサイドラインで過ごした。彼の代わりに、ジュリアン・エデルマンが先発した。第6週、10月18日のテネシー・タイタンズ戦では10回のキャッチで自己最高の150ヤードに TD を上げた。二つ目の TD は、トム・ブレーディの NFL 記録となる1球に上げた5つ目の TD であった。第11週のニューヨーク・ジェッツ戦では、 自己最高の15キャッチで192ヤードを獲得、リバースプレーによるランでも11ヤードを走った。第13週のドルフィンズ戦では10回のキャッチで167ヤードを獲得、3年連続で1000ヤードレシーブを達成した。第14週のカロライナ・パンサーズ戦ではブレーディが通したパス19本中10本をキャッチ、105ヤードを獲得した。この時点で彼は11試合目で、 NFL トップの105キャッチを記録、ジェリー・ライス、ハーマン・ムーは、マービン・ハリソンにつきブランドン・マーシャルと並び史上、4、5人目となる3年連続100キャッチ以上を達成した。第16週に13回のキャッチを記録、シーズン7回目の2桁レシーブとなった。これは、マービン・ハリソンが持っていた NFL 記録を更新するものであった。最終週にリライアント・スタジアムで行われた。 ヒューストンテキサンズ戦では、第1球に相手ディフェンスを避けようとして、膝を負傷、1レシーブに終わった。彼は、左膝の内側側側副靱帯と、全十字靭帯断裂の重傷を負い、翌年1月6日、故障者リスト入りし、プレーオフは欠場、チームは、ボルチモア・レイブンズに敗れた。この年彼は、 ハーマン・ムーアに並ぶ NFL 史上2位体となる123レシーブでアンドレ・ジョンソンに次ぐ NFL2 位の1348ヤードを獲得した。2年連続プロボールに選ばれ、自身初のオールプロファーストチームに選ばれた。膝の怪我でプロボールは欠場。彼の代わりにチームメイトのランディモスが出場した。2010年は怪我からのリハビリのシーズンとなった。 2月に手術を受けた。6月にはチーム練習にも参加したが、7月にはフィジカリーアネイブルツーパフォームリストに加えられることとなり、CBS のアナリストを務めるブーマーアサヤーソンは、ウェルカーがシーズン全休すると予測した。その予測に反して、開幕戦のシンシナティベンガルズに出場、8キャッチで64ヤード 2TD を挙げた。 第9週のクリーブランドブラウンズ戦では負傷したスティーブン・ゴストコースキーに代わってエクストラポイントを蹴った。サンクスギビングデーに行われたデトロイト・ライオンズ戦では 2td を上げて45から24の勝利に貢献した。このシーズン先発11試合を含む15試合に出場86回のキャッチで848ヤードを獲得 7td を上げた。 また負傷したアンドレ・ジョンソンの代わりにプロボールに選ばれた。プレーオフのニューヨーク・ジェッツ戦を前に、ジェッツのヘッドコーチ、レックス・ライアンに対するアシフェチ発言を行い、ビルベリチックヘッドコーチから先発を外された。ヘッドコーチを侮辱されたジェッツの選手は奮起し、ベイトリオッツは21から28で敗れた。2011年、マイアミドルフィンズとの開幕戦では、 自陣1ヤードからのプレーで、マークしていたベニーサップを振り切り、NFL 史上12回目となる99ヤードの TD レシーブを上げた。この試合では8回のキャッチで160ヤードに TD を上げた。第3週のバッファロービルズ戦では、トロイ・ブラウンの記録に並ぶチーム大記録の16回のキャッチで217ヤードに TD を上げたがチームは31から34で、敗れた。 この試合では、ベイトリオッツの選手として出場した64試合連続で、1レシーブ以上となり、ベンコーツが1992年から1996年に作った63試合連続の記録も更新している。第5週のジェッツ戦では5キャッチで124ヤード、エリック・スミス、ダレル・リービスの2人を交わした73ヤードの TD を挙げた。 第14週のワシントン・レッド・スキンズ戦で自身4度目のシーズン100キャッチを記録、マービン・ハリソン、ジェリー・ライスに並ぶ NFL 大記録となった。第16週のドルフィンズ戦では12回のキャッチで138ヤードを獲得する活躍を見せ、2007年にランディモスが作ったシーズン1493ヤードのチーム記録を更新した。NFL トップのレシーブ数。 レシーブ獲得ヤード、レシーブによるファーストダウン獲得回数を上げた。さらに TD 数と平均レシーブ獲得ヤードでベスト5に入った。彼の122レシーブは NFL 史上4位のものであり、1569ヤードはカルビン・ジョンソンと並び NFL 史上2位の記録であった。また 9TD を上げた。 第46回スーパーボールでは彼に投げられたパス8本中7本をキャッチした。ただ第4級残り4分にノーマークでのパスを落とした。このキャッチミスをトム・ブレイディの妻ジゼル・ブンチェンに批判された。ただこのミスについてはチームメイトは彼を先般とはみなしていない。この落球にちなんだイベントがデンバーを拠点とするオンライン指示やポーン後によって行われた。 同社の CEO は後日ボストンのファンを不快にさせたと謝罪している。2012年シーズンオフ、長期契約を希望していたが3月5日にフランチャイズ指定を受け5月にサインを行っている。これにより2012年シーズンは950万ドルが保証されることとなった。2007年以来 NFL のパスレシーブ数でトップレシーブ獲得ヤードでベスト5に入っている。 ベイトリオッツ加入後70試合目で500レシーブを達成したが、これは同一チームにおける NFL 記録となっている。ベイトリオッツでの通算レシーブ数はベイトリオッツで彼の倍以上の192試合出場しているトロイ・ブラウンにあと3回と迫っており、レシーブ獲得ヤードではブラウンとスタンリー・モーガンに次ぐチーム歴代3位となっている。 2013年3月13日、デンバーブロンコスと2年1200万ドルで契約を結んだ。9月5日のボルチモア・レイブンズとの開幕戦では 2TD を挙げた。第14週のテネシー・タイタンズ戦でシーズン2度目となる脳震盪を起こし、レギュラーシーズン残り試合を欠場した。8月23日に行われたヒューストン・テキサンズとのプレシーズン第3戦で、 DJ スウェリンガーにヒットされ、10ヶ月で3度目となる脳震盪を起こした。9月4日、NFL のドラッグポリシー違反で開幕から4試合の出場停止処分を受けた。9月12日、新しいドラッグポリシーが適用され、出場停止処分が2試合に軽減された。第3週のシアトルシーホークス戦で6回のレシーブで60ヤードを獲得した。 10月5日のアリゾナカージナルス戦で、それまでロッドスミスが持っていたドラフト指名を受けなかった選手の通算レシーブ回数記録を更新した。サンフランシスコフォーティナイナーズ戦でシーズン初 TD を挙げたが、この TD はペイトン・マニングがブレッド・ファーブの通算 TD 記録に並ぶ508個目の TD となった。11月9日。 セントルイスラムズと1年180万ドルで契約を結んだ。このシーズン限りで現役を引退した。2017年シーズンはヒューストンテキサンズのオフェンスアシスタントコーチに就任した。2019年シーズンからはサンフランシスコフォーティナイナーズのワイドレシーバーコーチに就任することが発表された。2011年末に2005年にミスフーターズ。 インターナショナルに選ばれている女性と婚約した。2007年にチャリティ活動の基金83ファンデーションを設立した。83は彼の背番号から来ている。2009年に同基金の名前をウェスウェルッカーファンデーションと改名した。ありがとうございます。